斉藤博士斉藤博士12月24日から1939年2月26日は、大正、昭和期の日本の外交官、新潟県出身、父、小三郎も外務省主任翻訳官を務め、親子2代の外交官にあたる、東京帝国大学法科大学卒業後、1910年に外務省に入省、同期に、クルスサブローなど、アメリカ・イギリス勤務が長く、 新英米派として知られた。また、省内屈指の秀才とも評されるほどで将来を、職望され、35歳で、シアトル領事、2年後には、ニューヨーク領事となったほか、パリ講和会議、ワシントン会議、第一次ロンドン海軍軍縮会議といった、大正期の重要な国際会議において、全県団に加わっている。1929年には43歳で、 外務省情報部長に任じられた。1934年に中央ランダ公使に任じられるが、その年のうちに中米大使としてワシントンに転任し、満州事変後に悪化した日米関係改善に尽くす。特に日中戦争初期のパナイ号事件では、本国の訓練を待たずに、直接ラジオの全国中継で平和的解決を全米中に訴えた。 1938年夏頃には、肺結核が悪化して、バージニア州の秘書地ホットスプリングスで療養に、専念するようになった。首相、このフミマロから同年9月に突然辞職した、外相うがき一世の公認になることを要請されたが、健康を理由に孤児。外務省は、翌10月に、斉藤の中米大使の任を解いて、基調命令を出し、 堀内健介が公認として着任したが、斎藤の体は帰国の度に耐えられず、そのままワシントンで死去した。アメリカ政府は、斎藤の死を惜しんで巡洋艦、アストリアに遺骨を乗せて、日本本国に送ったことで知られている。築地本願寺において、外務焦燥が執り行われた。妻は、長予仙人氏の孫娘、美代子。美代子の母方祖父は、明治の元君、後藤祥二郎で、 義母は、後藤の四女、信子、美代子の妹、中子は5.15事件で暗殺された、犬飼い武氏の三男、犬飼健に突ぎ、斎藤と犬飼いは義兄弟の関係にあたる。また義弟、犬飼健が外原に産ませた子がエッセイストでタレントの安藤和で、その夫は俳優、映画監督の奥田英二であるため、安藤家と遠石関係にある。また安藤、 奥田の長女は映画監督の安藤桃子で、次女は女優の安藤桜。これ以外にも、イーリキ岩崎ヤ太郎、加藤孝明、木内十四郎、締原木十郎、池田茂明、上野喜三郎、大能、服部金太郎、松方正義、山本権兵衛、安倍大蔵、西園寺金持、ち、大原総一郎、正田秀三郎、昭和天皇、国国明、広予言、 安西正夫、佐藤栄作、三木武夫、大平正義、森田はじめ、安倍晋三、松崎明夫、森永太平、鳩山一郎、鳩山幸夫、石橋正二郎、石橋寛一郎、久原久之介、助、五代目、大田製三、中見川彦二郎、藤山栄一郎、福沢幸吉、武藤糸二郎、吉沢聖二郎、足田人志、下小戸孫一。 小沢誠治などと遠赤関係にある、ありがとうございます。